結果報告ということで、1ヶ月間やってきた初心者を育てるリアタイ講座、やってまいりましたけども、まあね、1ヶ月間やって、スタートまあ3割ちょいぐらいだったのかな、結局は確か3割後半ぐらいだね。あ、はいはいはい。でまあちょっとね、5年の V 労働の成果っていうので3割後半ぐらい打ってちゃってるのはちょっと予想外だったんですけども、うん、まあその、まあ、1ヶ月、まあ、指導を入れたことによっての効果みたいなのをねちょっと確認したくて、今回、撮っておりますということで、じゃあズバリ最高打率いくるつまで行きました。最高打率3割7分コーラーン、あんまコーラーやけーコーラーやかーい。相手強すぎやないか、お前。なんや、お前。ああ、そういうことね。めちゃくちゃ強いやないか、お前。強いって言っても、それ要は、打たれてるだけであって、その、打てなくなるっていうのは、関係ないっちゃ関係ないし。そんな言わなくたって。まあそうなんですよ。まあね、割とみんな猛者マッチングすると打てなくなるっていうのは、結局のところ打たれて、あ、やばい、この試合負けそうっていうので焦りで打てなくなっちゃうこともあるんで、まあ単純にね、配球の知識とか多い人が強いっていうのはまああるんですけど、相手の打率と自分の打率っていうのは決して直結するわけではないので、っていうところもまあ一個知識として覚えておいてもらいたいんですけど、そうですか、3割7分。ただね、ただ、はい、はい、はい。あの、ランクが上の人に勝てるようになりましたよ。ああ、うん、それはすごいことですね。そうそうそう、打てるようにはなった多少。はいはいはい。まあじゃあプラチナのまあもうそこそこの人たちと当たってる中の3割8分、あ、7分。そう。ああ、まあ、ただまあ微動だにせずっていうところはちょっとね、私としてはちょっと残念なところ。ごめんって、ごめんって。まあ、違うんだよ。最初のマッチングの時にさ、なんか。名人とかなんかさ出てくるじゃん、なんか球審、はい、ブワーンみたいな、はい、あれでもう心やられるんだよ。ああ、まあまあそれはあるね。そうとか何連勝中とかさ、まあよくねコメントでももらいます、うん、そのモサとマッチングした時こう手がプルプルしちゃうとか、うわ終わったわって一回目上上げるもんね顔ね。まあそういう時はね、まあ、いい勉強のチャンスだと思うしかない、うんうん、その先々の目標、こんぐらいの人もいるんだって分かって、じゃあそういう人どういうボールだったら打ち取れたかなとかを覚える機会として、うん、はい、まあ、猛者に通用する投球術っていうのはあの普通の人にも通用しますんで、日々勉強ですね、はい、そうです、経験として進めていきたいといただきたいと思います。うっす。ということで、まあ1ヶ月前ですかね、全くのゼロから始めてもらったんですけども、まあ私世界の吉郎と、今回は対決をしましてですね、あ、ルーレット。おい、あ、なんだお前、大丈夫か、座高高いからってお前なんかちょっとこうな、こうなってる。それは言うなよお前、多分薄々気づかれるとは思ったけどお前座高98とか言ってんじゃねえよお前。いやまあでもそう、知り合いの見てる人たちもあいつやっぱ座高高いよなって、座高高い、ケツがでかい、もうそれでね、人よりも高いんですよ。だから勝った時に驚かれるね、あれ意外とちっちゃいじゃんこいつみたいな。で、でまああの私と対決していきますけども、オーダーね、僕のガチオーダーだと多分、まあ、負ける確率はかなり僕はあの多分なくなってしまうので、まあ、何かしら今回ですね、いろんなオーダー考えてきました。お、はい、まあ純正なんで高純正、僕ソフトバンク純正やってますんで高純正、オールアーティスト打線、まあ、ガチオーダーよりは多少あれですけど、それは強いか、まあ、ロマンのある強すぎないかい、まあ、守備能力がねセカンド落合さんとかになるんで、 あとは、まあ、3500スピリッツオーダーとかちょっといろいろ考えてきましたので、どうですか、ガチオーダーがいいですか、その辺は。いや、高純正でいいよ。ごめんなさい、高純正、まあ、そうですね、まあ、純正っていう基準で合わせてじゃあ対決しますか。そうですね、はあはあ、まあそうしましょう。はい、ということで、まあ、今回は成果報告と、まあ、師匠になりますかね、僕が。そうですね、はい、私と、まあ、対決をして、まあ、勝ったらどうする、負けたらどうするみたいな。罰ゲームですか、はい、まあまあ、勝つのは、僕負けたらもちろんもうガチャ引きますじゃあ。で、でも多分負けないんで多分僕ね、うん、正直ヒット、あ、打たれたらだと厳しいんで、
1点取られたら引きます。お、1点取られたら引く、はい、じゃあもし仮に3点取ったら30円ってことだねそういうことだよねそうだよね、3点取ったら30連そうだよね、そういうことでしょ。3点取ったら30連やばいなそれ普通にやめる。いやまあやりましょう。3連あ、じゃあもうピッチャー陣ガチでいくよ。いいよ。おお、まあガチって言ってもそうか、高純正だから、はい、僕も1ヶ月間やってきましたからね。モイネロをぶち込んでやりますから、この前苦戦してた。ちょそれはやめてもうトラウマなんだから、はい、ということで、まあ、ちょっとオープニング長くなってしまいましたけども、はい、まあ、ガチャ、罰ゲームガチャ、今サイリンが来てます。タイムスリップ、福留さん逃してますんで、非常にいい機会だと思います。もう負けたら引いてよ。でも負けないからね、きっと。おお、なんでかっていうとね、そうだった。あ、山崎武さん、はい、ランキングね、もう走らせました僕。頑張りましたよ1週間、はい、マジでくじけそうになりましたもん。なんだこれと思って強っ。もうついに手に入れたよ、いいアルティメットたけし、ついに手に入れたよ。まあまあまあ、こいつさえ抑えれば、まあ要は勝てるってことでしょ。いやもう他もビシエドさんだっているし、まあ福田さんだっているし、山崎たけしだけ気をつけよう。ということで早速対決のさあやりましょう、していきましょう。それではさあやっていきますか。さあやりましょう。ちょっと僕ハンデ1個あります、言っていいですか。このマイクめっちゃ邪魔、このマイクめっちゃ邪魔。僕もハンデ1個あります、言っていいですか。はい、めっちゃ腕毛濃い腕毛邪魔してる。もう腕毛邪魔、ちゃんとめっちゃ重い。マイクめっちゃ邪魔だぜこれ。これめっちゃ重いぜこれ、思ってる。ああ、ロックリーみたいな重り入ってる。それちょっと何言ってるか分かんないけど殺す柳なんかで絶対打たれんから。うちの勝ち頭、とりあえず挨拶だけはしとくからな、お前。あ、スタオフにしてたぞ。ポンポン投げるよ、もうポン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 。へぇ、ポン、やばいやばい、まずいぞ。ポンポン、マジで打たれたくないな。うわ、だるっ。よし、最も警戒すべきバッターをね、抑えれたんで、気楽だな、こっから。危ない。反応してくよ。うん、長いぞ。え？お！惜しい。しょー。チャンス。あーやーてーのー、押し押しこれがノーアウト1、3、3塁とかの配球です。フライを打たせる。まあこの先制のチャンスをしっかりとものにして攻撃が3ボールになりました。うっ、よし、あはははくっしょ。いやもうごめん、行動します。もう勝ってます今。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移りました。もう進化ね。どうだ。うおー、いいね、それそれ強いよ。教えてもらったやつだ。おい、魂。さあ初球は何か。おい、さあ得意なギータ来たよ。さあ来たよ得意なバッター。ずっと打ってやる。ギータもこれで抑えれるよ。まあ配球うまくなったね。あれだっす。おお配球うまくなってんだけど。あっ、危ない。うわっ、流したつもりだったのに。まだ1点だ。うわっ、しゃー、最近出てないな。
うわーエロい、エロいね。これで終わりだ。うぃさあマロンハラ、あべー月曜日ね、おしどうしようかな、佐々木さん変えよう。デスパいいね、マジ俺のデスパイネやばいから。そうですよね、ここはもうバカ曲がるじゃん、カトール当たり前やもん、あのエースやで。おー、なんか配球がね、結構見れる配球になってきたな。はいはいはい、デスパイネのこの体にね、ビビってますね。はい、振らねえな、畜生、なんだもう。城島の代打、正子祐介。これあれ右板、右板、勝ったな。右板でしょ、右板ってことは、右板だから得意おい、笑わせてくる作戦だる。よいしょ、おい、終わっちゃうぜ、試合が。プク、いや、一番嫌なピッチャー来たな。入ってた今。これがフォゴゴンだよ、フォゴゴン。だる、やばい、次め、次め。追い込まれてやん。おぉ、危ねえ。おい、終わっちゃったよ、試合。師匠の壁は高かった。ダメよカットボールはマジで迷った、投げる球がないと思う。まあでも配球ね、良くなったと思う本当に。あの柳さんの縦スラ外角に落とすのは結構有効、相当甘くないとちょっとね打つのやめます、僕も怖いんで。成長はしてしてますね、してます、うん、あれです、配球がいいと思いました。はい、まあまあ成長はね若干見られたんですけども、まあやはりねちょコールドで終わらせちゃったんで、あの打撃のあれがねあんま見れなかったんですけど、まあ、ツーシームね狙い撃ちはできてる感じありましたし、まあかなり成長したなとは思いました。まだまだ一人前には、そうですね、まあまだまだあのやるべきことは多いと思いますんで、はい、まあ、これからね引き続きやっていきましょうということで、罰ゲーム終わります、罰ゲーム、罰ゲーム、うん、罰ゲームやで。罰ゲームか。あんた負けてんやで、コールドで。ランキング走ってもエナジーがもうゴリゴリ減ってるでね。ああ、1年ぐらい貯めたやつらがね。まあでもドメさんだからさ、よくない？そう、しっかり確認して。ドメさん。はい、ドメさん。じゃあ罰ゲーム引かせていただきます。いきましょう。まあ負けて引かせる、あ、引かせるの心痛いけどね、俺。俺の方が強いし。じゃあ一緒に引く？じゃエナジーない。ごめん。行く？はい、行きましょう。やばいな。まあ。きついか。上がれ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 。ああ。まだわからないよ。まだわかんないよね。うん。バット当たるかもしれない。当てて。調子くる。あ、これで、ね、飛ぶ。飛ぶ飛ぶ。いや、あるな、これ。ワンチャン。あなんで？なんで？いっぱい桑田出た。まあ、しょんないね。こんなもんです。まあ、やめましょう。とりあえず、サイリンもこれ以上引くのは。本当だ、ぬまる気がするんで。はい、ということで、今回の動画は、まあ、結果報告。1ヶ月間、初心者から、
ゼロ経験ゼロからリアタイやった結果というところで、はい、まあちょっとねまだまだ停滞してるんですけども、まあ最初の時期より、まあ、打撃はもちろん成長してますけども、まあ、実際に対戦してまあ配球がね上手くなったなという感じはしましたので、まあ、皆さんと、まあ、ケツキング君と、一緒にねあの成長してもらえると私としても嬉しいですし、あの負けないようにこいつに負けないようにあのやってもらうのが一番いいかなと思いますので、まあ、次回ですねちょっとリアタイまだ動画内初勝利してませんので、勝利してませんのでしてないね、そういえばね初勝利目指してやりましょう、やりましょう、頑張りましょう、はい、ということで今回の動画は終わりにしたいと思います。それでは皆さんチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それでは皆さん次回の動画でお会いしましょう。さよなら